歴史的文献探索、個人をしのぶ。日本列島改造論田中角栄著その後第2章田中角栄が格闘した時代もそして今も変わらない日本の都市化密農村過疎問題労働力不足問題住宅問題農村の貧困重労働問題第2章明治100年は国土維新 都市集中のメリットとデメリットが交差。39生活を脅かす大都市の地価、物価総理府統計局が調べた全国の消費者物価指数によると昭和45年は昭和40年に比べて30.4%昭和46年は38.3%も上昇している特に大都市においては消費者物価の上昇が著しい。 昭和45年の水準で見ると、東京、大阪など7大都市の方が、農村地域に比べて11.1%も高くなっている。この有力な一因は、野菜や魚など、食料品価格の高騰によるものである。東京都の調査によれば、都内への野菜の持ち込み量は、昭和33年に年間90万1000トンであったが、昭和45年には158万7000トンと、 75も増えた魚も50万2000トンから82万6000トンへ65%近く増えている値段の面で見ると昭和40年を100とすれば昭和45年は野菜が139.3魚は178.8と急騰している中央卸売市場の調査によると昭和41年4月 100g あたり9円だった大衆魚の新味は、昭和47年4月には30円、イカも10円だったものが38円にまで跳ね上がっている。これは、大都会における人口の増加によって、需給のバランスが崩れていることと、直接には流通機構の近代化、合理化が遅れて、中間経費の増大と人件費の値上がりが小売価格にしわ寄せされているためである。不動産研究所の調査によると、 昭和30年3月を100とした東京、大阪、名古屋など6大都市の地下指数は昭和46年3月には1965に急上昇している。15年間に地下は20倍近く上がったわけである。これは昭和30年代から昭和40年前半の高度成長時代を通じて6大都市とその周辺に産業や人口が過度集中し、 限られたたた土地に需要が急増したためである現在のサラリーマンは定年まで汗水を流して働きその結果平均4500万円の退職金を手にするしかしこれでいざ自分の家を建てようとしても土地住宅療法の資金を加えると都心から23時間も離れた場所でさえ自己資金だけでは持ち家建設の夢を果たせないのが大都市では普通である。 十一人当たり四畳半の住宅。我が国の住宅建設戸数は、昭和四十一年度に初めて百万戸を超えて以来、年率十パーセント以上の割合で増加している。この結果、民間、公営を合わせた全住宅戸数は、昭和四十五年十二月末に二千八百六十五万戸となっている。しかし、このような住宅の量的拡大にもかかわらず、都市部における住宅難は、 依然解消されていないな特に大都市およびその周辺地域では人口の流入が住宅の建設店舗を上回っており住宅難はむしろ深刻化しているのが実情である一人当たりの畳数を見ると昭和43年の総理府調査では下回っている全国平均で5.6畳これに対し東京では4.5畳大阪では4.6畳となっている 全国平均を1人当たり4畳半といっても、これはダイニングキッチンなどを含めた畳数を後回りにしたもので、実際に1人で使える畳数ははるかに少ない。東京では、借家暮らしや曲がりをしている人の数が他の地域に比べて圧倒的に多い。昭和43年7月現在で見ると、全戸数297万戸のうち、民間の借家は その42%に当たる129万2千戸を占めている。しかも、この7割近い81万9千戸は木造の賃貸アパートである。1世帯あたりの居住面積は、民間の借家で8.6畳、木造アパートに至っては6.5畳に過ぎない。家具や調度品が占める場所を差し引けば、寝るだけがやっとということになる。しかも、炊事場や便所は、 共同仕様のところが圧倒的に多くその居住条件は極めて悪いこれでは文化的な生活はおろか健康で快適な暮らしすらとてもおぼつかない東京の曲がり人協会の会長を務めたことのある作家の中村武氏は都会の日本人は一生のうち必ず民間アパート暮らしをするよう宿命づけられており最近はその期間が長くなりつつあると言っている そして、教会に持ち込まれる苦情には、権利更新料が高いとか、赤ちゃんが生まれたら立ち退いてほしいと言われた、などが多く、安心して暮らせない、曲がり人の実情を示している。せめて公団住宅に入りたいとなれば、2DK で、家賃2万円程度のものは、片道1時間から2時間も、ラッシュの電車で通わなければならない遠方にあり、入居の倍率も非常に高い。所得も増え やりくりく算段もできて、自分の家を持ちたいとしても、地価の高い都心では無理である。坪10万円の土地は、通勤に2時間もかかる40キロ圏であり、都心まで1時間半以内で通える2三3 0キロ圏では、坪十数万円というのが実情である。土地の入手だけで、これだけの支出がいる上に、建物の建築費も、最近では、坪10万円以下というのは少ない。そこで 都心の公団分譲住宅を求めれば、最近の分譲住宅の場合、3LDK で700万円という値段である。それでも、700倍の競争率になっているのは、自分で土地を求めて家を建てるよりは、まだ、この方が割安だという計算からであろう。大都市に住む庶民にとって、安くて快適な住宅の入手は、現実の問題として、まず不可能というのが実情である。 11不足する労働力大阪のある大企業は若年労働力を確保するため各地方の中学生に目をつけ1年生の時には電気洗濯機2年生になると電気掃除機を少年少女の家に届け両親の関心を買って中卒の労働力を集めているというこの青たがいならぬ種もみがいは実際の話であるまた 東京のある大企業は、地方の中卒者1人を雇うのに、40万円の費用をかけている。しかし、せっかく集めた少年、少女たちの半分は短期間でやめていくので、1人当たりの雇用コストは、結果的に80万円になると言われている。総理府統計局の調査によると、昭和45年度に1755万人あった10代から20代の若年労働力人口は、 昭和50年度になると1621万人と134万人も減少するという見通しを立てている。労働力人口全体の伸びも人口増加の停滞に伴って鈍化の兆しを見せ始めている。我が国の労働力人口は昭和38年から昭和42年にかけて年平均82万人増えてきた。ところが 昭和42年から昭和45年までの伸びは年平均57万人と減ってきているこのような労働事情の中で特徴的なのは大都市の工場における労働力の不足である特に熟練工の不足が目立っている新規の労働力がブルーカラーを避けて事務員やサービス業に流れる傾向が強いためである私が特に指摘したいのは 最近における若手労働力の U ターン現象である。例えば、鹿児島県の調査によると、昭和45年1年間に、4万4700人の労働力が、県外に職を求めたが、一方、同期間中に、3500人が、U ターン労働者として、郷里に帰ってきている。そのほとんどが地元に定着しているという。その6割強は、25歳以下の若者であり、 その理由として、給料が安くても暮らしよい、環境が良い、自分の機能が活かせるなどを挙げている。12、過疎と出稼ぎで崩れる地域社会。過密とは裏腹に、地方では過疎現象が激化し、大きな社会問題になっている。昭和45年の国勢調査が、その実態を次のように明らかにしている。我が国では、 昭和35年から10年間に九州6県、東北5県、四国4県、中国3県、北陸、関東の各2県の合計22県で人口が減少した。また昭和40年から昭和45年の間に全国市町村の7割に当たる2345の市町村で人口が減少している。こののような過疎現象を生み出したのは 昭和30年代にスタートした重化学工業化の進展と全国的な都市化の進行の中で地方の人々がより高い収入の機会を求めて距里を離れ若者たちが都会生活の華やかさに憧れて大都市に向かって本流のようになだれ込んできたためであるかつて筑方丹田の町として栄えた福岡県山田市は昭和35年当時3万140人の人口を擁していた ところが、エネルギー革命による炭鉱の閉山によって、昭和40年には1万5334人に半減した。これは、山の従業員とその家族だけでなく、商売ができなくなった商店なども店を閉め、一斉に町を離れたからである。王子、活気にあふれていた町も、今では市として存続できるかどうかの岐路に立っているという。また我が国で 指寄りの銅山と言われた愛媛県馬郡の別子銅山は昭和48年3月に閉山することになった明治の初めには1万人を超える人々で栄えたこの山も光量の低下とともに人口が減り始め今では閉山を待たずに800人そこそこにまで減っている約300年間続いた山の火が消えると山と運命を共にしてきたこの別市山村はどうなるのだろうか 地方における人口の減少の主な原因は農業人口の2次・3次産業への移動である。今日の日本農業が歴史的な転換期に直面していることは今さら言うまでもない。昭和43年以来、我が国の主要農産物である米は供給過剰となり、減誕せざるを得なくなっている。経済の国際化に伴って農産物自由化の要求も強まり、国際農業と対抗するためには、 我が国の農業の生産性を高め、その体質を強化する以外にない。国内経済の面から見ても、農業所得を2・3次産業並みに引き上げない限り、農業は後継者を失うだろう。すでに、農村の若者たちは、大量に郷里を離れ、残された農村の高齢化が進み、バランスの取れた社会生活を送ることが困難になっている。昭和46年度の農業白書によると、 我が国の全国農家の1戸当たりの年間総所得は平均159万6000円である。このうち農業所得は50万8000円で、農外所得が89万8000円と総所得の6割近くを占めている。農家が農業所得だけではもはや暮らせないという現実がここに示されている。東北 北陸の名作探索地帯を中心に全国的に広まっている農村の出稼ぎ問題はこのような理由によるものである春秋の農繁期を除くと農村では年寄り主婦だけで日常の生産や社会活動をするしかない例えば新潟県には女性だけの消防隊さえ作られている農村に若者の姿が減り出稼ぎで夫婦が長い間 離れ離れに暮らし、年寄りが重労働に喘ぎ、医者の姿も見えない農村から、明日の日本を築き上げるエネルギーが、どうして生まれるだろうか。